はい、どうも皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。ハトクマです。ボディービル、やっぱり日本もっともっと盛り上がってほしいじゃないですか。やっぱり山岸さんがどんだけやばいことを成し遂げられてきたのかっていうのが、改めて、なんか今こう、身に染みてわかるというか、いやー、すげーな、山岸さん。アーノルド優勝してんだ。やべえな、やっぱりって思ったりするわけなんですけど、今プロでもさ、ボディービルの選手って日本で増えてきたじゃないですか。で、いろんな選手がどんどんでかくなって、その山岸さんの記録に追いつく、ま、追い抜く、その可能性が、そのなんか率がどんどん広がってるわけじゃないですか。母数が広がってるから。で、その中で、まあ、今後進化とか、まあ、まだプロじゃない、これからプロになっていく選手で、もう今その一番進化とかワクワク度とかそういうのがすごいタイガさんってさ、みんなどうですか。やばく、ハトクマ結構ね楽しみなのよ。まあ、ハトクマごときが、ハトクマ結構楽しみなのよって。なんかすごいなんかちょっとさ、斜め上から目線になっちゃってますけど、いや、めっちゃ楽しみで、な、これ、あの、7月にね、プロクオリファイ出られるらしいんです。で、その前にリージョナルってなると、おそらくビーフになるのかなって思うから、まあ、ハトクマビーフ見に行くので、まあ、生で見た感想をね、ちょっとまた語りたいなって思うんですけど、やっぱりまずコーチがパトリック・チューワっていうね、これが、まあ、楽しみ。まあ、いろんなね、ボディビルの選手、結構コーチを言ってない人がいるので、実は、マットだよとか、実は、ハニーランポットはね、もう基本的にはそのオリンピアチャンピオンになるような人しかもう見ないので、なかなか難しいですけど、まあ、ニールヒルだよ、みたいな、そういうのがあったりすると思うんですけど、パトリック・チューワっていうのがまたね、まあ、前もタイガーさんの動画で言ったと思うんだけどさ、まあ、めちゃくちゃ楽しみ。で、それがついてからの、まあ、進化っていうのが、まず本当に、やばいわけですよ。これ左側と右で、左が去年で右がね、今年の同じく3週間前らしいんですけど、まず体重が5キロぐらい違う。で、質感を含めたらもっと筋肉量ね、増えてんじゃないのかなって、まあ肩周りもそうですし、まあ腕の太さ、背中の広がり、厚み、で、下半身はもともと強みではありましたが、まあお尻、大臀筋であったり、ハムであったり、まあでもどっちかっていうと上半身だよね。上半身の進化がすごく目立つ。で、ここは完全にパトリック・チューワがついてから、まあ、トレーニングだったり、食事だったり、サプリだったり、いろんなね、ものが変わって、まあ、タイガーさんね、YouTube で結構ぶっちゃけられてるんで、まあ、あれですけど、まあ、いろんなものが変わって、まあ、こういう進化をなされてますと。本当に、いや、これ、あのさ、あの、今すぐに、じゃあ、オリンピアに行く、ニック・ウォーカー級のヤバさだとは正直ね、思わないんですけど、ただ、3年だよ。まず、みんな改めて認識していただきたいのは、タイガさんがコンテスト初挑戦してから、まだ21年にね、挑戦されてたから4年目なんだよ。4年目で当初クラシックでこの体で今こんなにでかくなっているってことに驚きが隠せないし、まあ、YouTube とかインスタで見られたことある方はもうわかるかもしれないんですけど、ストイックなのよ、とにかく。本当に愚直にもう自分がプロになって、プロになることではなくて、その先、オリンピアに行ってもどでかい120キロ、30キロ級の選手と並ぶことを想定して、今こう体作りどんどんやられている。それが本当に、まずすごい。本当にすごいと、まあ、ハトクマは思っていて、で、そこからこの進化なわけじゃないですか。だから、その、今の進化もそうで、今回の大会でプロになられるかどうかっていうのも楽しみなんだけど、そっから先、ここからまだどんだけ進化していくんだろうって、このパトリック・チューワっていうのはやっぱりコンディショニング含めて、まあ、筋肉をでかくすることも含めて、むちゃくちゃすごいコーチなので、その人と組まれてどこまででかくなっちゃうんだろうみたいな、本当にね、まあ、身長的にも、やっぱりそのオープンビルダーと並ぶときに、まあ、程よいというかね、いい感じの身長されてると思いますし、まあ、ここで今だいたい、90後半ぐらいじゃないですか。それこそあと13キロ、まあ、いわゆる、まあ、110キロとか、それぐらいになってくると、もうさらにすごいね、丸みがついてきて、とんでもない見た目になってくると思う。で、タイガーさんとかもおそらくそのあたりを目指してね、コーチとこう、ゆっくり取り組まれているところだとは思いますので、いや、これさ、まあ、山岸さんに続いてっていうので、あの、倉持くんがいたりとか、亀井主さんいたりとか、あの、いっぱいしますよ。ボディビルダーね、いっぱいいますけど、まあ、その中で、まあ、このタイガーさんっていうのも、まだアマチュアこれからプロになるところですけど、そこに食い込んで、なんかすごいね、ことが起きるんじゃないかっていう、ハトクマの、
むちゃくちゃ期待も込めた妄想話です。ちなみにパトリック・チューは今ね、どんな人見てるかっていう話で言うと、まあ、すごい人めっちゃ見てるからね、ニューヨークプロで、トップ3に入ったフランシスコとか、あとは、この前のトロントプロで準優勝したエステバンっていう選手だったりとか、あと、ま、一番はやっぱり、キーヨン・ピアソンを見てたりします。で、昔はもっとね、今ちょっと離れちゃった選手でも、超トップ選手見てたり、あとクラシックで言うとステファン・マタラをね、今見てたりするんですけど、本当にだからそのオリンピアに出るとか、まあオリンピアチャンピオンとか、そういう人たちを見てきているし、その人たちがクラシックぐらいから、キーヨンなんかは特にクラシックぐらいから、まあオープンになって、オリンピアチャンピオンになるまで、要はそのバルクアップだったり、コンディショニングの過程だったりっていうところを、パトリック・チュワと共にやってきて、その結果があると思ってますので、やっぱタイガさんというところも、まあ、同じようなクラシックからのね歩み方になります。オープンへの歩み方になりますので、まあ、そのあたりもマッチしてるんじゃないかっていうところも含めてむちゃ楽しみっていうね話でございました。ということで皆様、まあタイガーさんね、最近 YouTube 結構まあ好評だと思うんですよ。まあなかなかね、日本だとまあ今までなかったようなね感じじゃないですか、正直。だそれがまあ鳩熊もやっぱり見ていてまあすごいし、まあすごいんだよ、本当に。もうそれに尽きるんだよね。はい。ということで、皆さんもぜひね、タイガさんについて何かコメント等ありましたら、どんどんね、書いていただければと思います。応援コメントなんか、タイガさんがこの YouTube 見るかわかりませんけど、応援コメントなどもありましたら、書いていただければと思いますし、ぜひですね、タイガさんのプロクオリファイ、まあ、応援しましょう。というところで、今日の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。ということで、皆様もしよろしければ、ハトクマチャンネルの登録も、帰り際まだされていない方は、ポチリと、よろしくお願いいたします。また、ぜひ、この動画、そしてこれからですね、ハトクマの動画、俺が見てやろう、応援してやろうって思っていただける方いましたら、登録もなんですけど、高評価ボタンのクリックも、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、バイチャ。